こんばんは。11月の10日、しゃべくりまっしろ第211回をお送りいたします。まっしろはですね、非常に今紅葉がすごく綺麗です。特におすすめなのは安曇の紅葉ですね。ぜひ真っ赤な紅葉をですね、見に来ていただければと思います。今日のテーマは、まっしろのキノコについてですね、放送したいと思います。早速ですけども、ゲストは、西田久夫さんをお呼びしてますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今日もよろしくお願いいたします。パーソナリティは大股で、放送したいと思います。それでは早速ですけども、野生のキノコの出会いというのについてちょっとお話をしていただければと思いますけども。そうですね、私が5歳の時にですね、おふくろに秋連れられて寺尾の山に行ってですね、一番最初に出会ったこの桜しめじなんですけれども、まあここら辺では赤ん坊と言ってますけれども、このキノコとですね、さらにその後連れて行ってもらったですね、この紫しめじというキノコがあるんですけれども、このキノコと出会ったのが私一番最初にキノコを覚えたきっかけですね。この興味持たれたっていうのは何でか、理由なんですか？そうですね、興味を持ったのはですね、はい、キノコの名前が今言ったように地方で呼ばれている名前とですね、あと正式な名前があるんですね。それで地元ではやはり地方名で呼ばれる場合が多くてですね、やはり正式な名前でやっぱり覚えていかなきゃいけないのかなというふうに感じた時があったんで、その時にやはり興味はキノコに対してどんどん深くなっていったわけですよね。ああ、そうですか。はい、やまびこ会の会員ということで入会されていますね。はい、そのきっかけはどんな感じでしょうか？そうですね、ちょうど10年前になりますけれども、やまびこ会が主催してたですね、飯綱でもって親子キノコ教室っていうのが開催されてましてですね、一応まあその会うちの嫁はんと行ったのが入会のきっかけになりましたけど。どんな活動をされてるんですか？一応ですね、はい、1年、まあ、通してということになりますけれども、まあ、春と秋がまあメインになりまして、春は山菜を取ってますよね。それで9月頃から10月にかけてはやはりキノコ取りと、それでその中間の夏にはですね、夏のキノコをやはり飯綱でもって採取して鑑定をするというような、まあ、勉強会を兼ねてやっております。ああ、そうですか。これ一緒に奥様も一緒に行かれて活動されてるんですか？やまびこ会の方は、はい、うちの嫁さんも一緒に行きますけれども。山に行かれる、しょっちゅう行かれるんですかね？回数なんかはいろいろとどんな感じですか？そうですね、まあ、はい、キノコに限って言いますと、特にこの9月10月が、まあ、後で、まあ、紹介しますけれども、まあ、写真を撮りますので、はい、9月10月はですね、多い時にはやはり20回ぐらいはまあ行きますし、うん、ああそうですか、はい、10月もやはり多い時にはそのぐらいの回数で山に入りますけれども、それじゃちょっと質問もっとね、真髄に入りましてね、キノコについてねちょっとしたいんですけど、キノコの種類ってのはどのぐらいにあるんでしょうかね？そうですね、日本でもいいし、キノコちょっとまあ種類なんですけれども、まあ、参考にということでお話をさせていただきますと、はい、キノコのまあ検定のですね、はい、まあ、公式テキストがまあ出てますけれども、ここではまあ日本で見られるキノコっていうのは約1万種類あります。そして名前のついているものだけで約2000から3000種類あるというふうにまあ言われてますけれどもね、それであとまあ他のまあ書物によりますとですね、日本ではまあ約5000種類ぐらいのものがありまして、名前のついているものが約1500種類ぐらい、そしてまあ名前のないものがまあ3500種類ぐらいあるというふうにまあ言われてますけれども、そうですか。でそのうちまあ1500種類のうちですね、まあ、食用のキノコと言われているのが約200種類ぐらい、それでまあ毒キノコって言われているのがまあ30から50種類ぐらい、それでまあ薬になるよって言われているのがまあ数十種類ぐらいありまして、あとはまあ不明の
ものが非常に多いということですよね。あ、そうですか、はい、長野では何種類ぐらい大体あるんでしょうかね。私もよく、まあ、そこまでは、ええ、まあ、勉強してないんで分からないんですけれど、あ、そうですか、はい、あ、まあ、キノコについてね、いろいろ撮影、写真撮影したりね、いろいろやられてると思うんですけれども、いつ頃から始めたんですか。写真はですね、はい、20年ぐらい前になりますけれどもね、はい、はい、これ写真撮って非常にね、出会いとか感動だとか、はい、すごく感動しちゃったとかね、はい、あるでしょうね。そうですね、そんなのちょっとご紹介していただければと思いますけど、特にまあ、珍しいキノコにやっぱ出会うというのが非常にまあ、ある意味じゃ撮ってて楽しいんですけれども、その中で今回どうしてもまあ皆さんに紹介したいのは、この松代でまあ撮ったこのキノコなんですけれども、苔色ぬめり傘っていうまあキノコがあるんですね、非常にまあぬめりの強いキノコなんですけれども、もう私がこの写真を撮ってですね、10年以上も経ちますけれども、それ以降全然まだそのままで行き合ってないキノコですね。ですからまあ非常にまあ珍しいキノコだというふうにも思います。これは食べられるんですか。これ食用のキノコで、ね、特に味噌汁なんかにして食べると非常にまあ美味しいですよ。ぬめりがあってですね、まあ、いろいろ写真撮影やってても危険なこととかなんかあったんでしょうね、だいぶ。そうですね、危なかったっつって、やっぱり坂のところでやっぱ撮りますと、自分が夢中になっちゃったね。そうですね、ずっと行ってしまうようなことがあってですね、非常に怖いなと思ったこと結構ありますけれどね。まあこの中で珍しいキノコね、まあ、ご紹介できればと思うんですけど、それが今のこれとのですね、それとあとはですね、はい、まあ花井口という、まあ、キノコがあるんですけれども、はい、ここにですね、黄色いタイプのですね、花井口の、まあ、写真を今日持ちましたけど、これなんかはちょっと珍しいと思いますね。黄色珍しいですよね、はい、やはり、まあ、こういったのと出会えるとやはり写真撮っててよかったなという気持ちになりますけれども、ね、はい、この度山寺定山亭でね、はい、写真展も開催されましたよね、はい、で写真展は何回くらいも開催されたんですか。そうですね、写真展とすればですね、まあ、平成10年からですね、まあ、やってますんで、まあ、15年ぐらいなりますけれどもね。ずいぶん長くも取られてますね。筑波郵便局からね、スタートして、まあ写真展をまあ始めさせてもらって、まあ、さまざまな郵便局でやらせてもらってますけれども、そして今回たまたまね、山寺定山亭の方でやらせてもらったんですけれども、これももうすでにおかげさんで3回目になりますけれども、奥様も一緒になんかアート的な布を使って作られてるんですね、キノコ。そうですね、なんかそれなんて言うんですかね、オブジェって皆さん呼ばれてますけれどもね、はい、それをまあ一緒に写真展で一緒に、展示させてもらっておりますけれどもね、ちょっとアップしていただけますかね。どうですか、すごく素敵なあれですね。そうですね、これ私も作ってたのは知らなかったんですけども、ここら辺では金竹下栗と呼ばれてる、まあ、アイシメジっていう正式な名前ついてますけどもね、そのキノコを一応モデルにして、まあ、作ったようですけれどもね、はい、それじゃちょっと写真展の中のね、主な写真をですねちょっと紹介していただければと思いますけど、ちょっと解説をしていただければと思いますけどね、はい、これ網竹ということでですね、非常に秋の初め頃に松の林に出てくる非常にオーソドックスな、まあ、キノコですけれどもね、まあ、非常に皆さん馴染みがあってですね、うどんだとか汁物にして食べると非常に、まあ、
美味しいなんて言われてます、うん、そういうキノコですね、うん、これで次にこれはですねムキタケというキノコですけれども、はい、高山へ行きますとブナ、うん、の林だとかね、うん、そういったところにまあ出てますけれども、うん、私のまあ地元の清野ではですね、はい、桜の倒木ですとか、うん、枯れ木、はい、まあ、そういうところにまあよく出てるのを見かけますけれどもね、これもまあ癖のないキノコでとても美味しいキノコだというふうに思いますけれどもね、うんうんうん、それとまあ今回これはちょっと最後になりますけれども、はい、白の灰色しめじというキノコですね、うんうん、これもまあ群れを作ってキノコの取る人にとっては非常に楽しみなキノコだというふうにまあ言われてます、うんうん、まあ、一応食用にされてますけれども、うん、お酒を飲んだ時だとかね、うん、はい、少し食べ過ぎるとまあ中毒を起こすなんて言われてますので、うん、ちょっと食べる時に気をつけてほしい、うん、まあ、キノコの一つですけれどもね、あ、まあ、これもまあ今回上山亭の方で展示をさせていただきましたけれども、うんうん、この中でお気に入りの写真、ね、写真だとか、はい、感動した写真の一枚でなんてなったら、これもちょっとですね、私撮ったキノコの中ではまあ感動してる一枚なんですが、うんうんうん、裏紅ホテイシメジというキノコですけれどもね、ここら辺では一本観光というふうに呼ばれて、まあ非常に親しまれているキノコで、ちょっと苦味があるんですけれども、この苦味はですね、お酒飲む人にはたまらないって言われてるキノコですね。このちょうど霜降りの状態ですとか、そこら辺が今回よく取れたんで、うんうんうん、これお気に入りの一枚ということですね。まあ、これも感動した一枚ですね。そうですね。ああ、そうですか。まあ、これ最後になりますけど、やっぱりキノコにね、秋はキノコ取りにね、だいぶ入ると思うんですけども、はい、その時の注意だとか、毒に対しての注意だとかあったら一言ご紹介できればと。はい、今年は新聞見ててもまあよくお分かりだと思うんですけれども、はい、非常に熊が里山まで降りてきてまして ね、はい、まあ、これにはやっぱりもうとにかく気をつけていただくということで、うん、山に入る時にはもう自分を飛翔できるように、うん、鈴をまあきちっとまあつけてね、持っていっていただくってことが大事だと思いますし、あとまあ毒キノコによるまあこのキノコ中毒、非常にまあ毎年新聞でも紹介されますので、ぜひ知らないキノコっていうのはもう取らないようにしてもらってですね、分からないキノコはぜひよく知ってる方にですね、お聞きをしてね、食べるようにしないとやっぱり食中毒っていうのはなくなっていかないなというふうに思いますよ。ああ、そうですね。皆さんもちょっと気をつけていただければと思いますけども、それ最後になりますけども、これからのね、西田さんのなんか目標とか活動っていうか、そういうのがありましたらちょっと、はい、ご紹介できればと思いますけど、短期的にはですね、はい、来年キノコ検定がですね、うん、2月にまあ実施をされますんで、はい、できたら頑張って、まあ、2級を受験してですね、合格できるようにまあ頑張りたいなと思っています。それとあともう2つちょっとあるんですが、はい、1つはですね、自分の撮った写真で、うん、ぜひ子どもさん家に見てもらいたいという、うん、そんな場が作りたいなというふうに思っています。あ、そうですか。それとあと本当にまあ最後になりますが、はい、これ私のまあ生涯のまあ目標ということですね、まあ地元真っ白のですね、はい、キノコの発生状況をですね、各地区ごとにですね、まとめたものをなんとか自分の力でまあやってみたいと。あ、本当はまあできれば60ぐらいまでに一組見つけたかったんですけれども、まだできてませんので、そんなことをぜひやりきっていきたいなと。そうですか。今日は忙しいところいろいろとありがとうございました。どうもありがとうございました。
さて、来週の予告なんですけども突然に今日はね、びっくりされてると思うんですけども、こちらの方もね、びっくりされてますね。今日は本当は三田さんだったんですけど、三田さんが出張で、その代わりにその担当の、片桐さんが出るはずだったんですけども、ね、この時間帯には来るはずだったんですけど来なくて、急遽清水さん、はい、よろしくお願いします。今言われて困ってます。三田さんも片桐さんも来ないので、はいはい、急遽ね、もうよ、あの生放送だからできないわけでもありますので、はい、じゃあ来週は、はい、これ読んでもらえばいいです。212回しゃべくり真っ白、はい、11月17日ですけども、はい、大村古墳群祭りについて、はい、小山貞夫さんが、はい、ゲストでいらっしゃいます、はい、片桐さんが、はい、パーソナリティで、はい、ということですね。はい、わかりました、はい、あとは何かありますか。ないよね。とりあえず考えてもいい。今突然にね1分前に言われたもんね。いや、あの生放送のいいとこですね。怖いです。はい、ね、本当あの片桐さんね、今日そろそろねお見えになるはずだったんで、こっちも半期になったんですけどね、すいません、今日はね突然の出来事で申し訳ありません、はい、緊張してますからね。すいません。それでは、これだけね書いてあるだけしか今日は予告できませんでしたけれども、来週のしゃべくり祭りをどうぞお楽しみに。よろしく。